YouTube をご覧の皆さんよろしくどうぞ。今日はヒロです。はい、です。本日はですね、カエデがいるということで、はい、チョコレートでもなければ、いや、もうバレンタインを済みましたから、まあ、びっくりさせない、大食い企画でもないです。まあ、よかったよかった。今日はなんか優しい、そうやっぱりこう、我々と言ったらこう、あると言ったらこう、うん、職人シリーズですから。お、もしかしてなんか作っちゃった。どうですよ、これ。おー、見してくださいよ。前回あの、蕎麦を作ったじゃないですか。あ、作りましたね、結構前っすね。家庭用麺打ちセットなんですけども、でこれに、ね、今回はこう、うどんの作っていきたいと思います。いいね。うどん作ったことありますか？ないですね。ちなみにうどん派、そば派？これはうどん派ですよ。そば派どんな、ね、うどん派でしょ、絶対それは。やっぱそばの方がパリッとするやん。やっぱあれツルリンとする感じが、重さ、ベビーさがいいよね。パンチある感じ、ね、そうやっぱ、ね、一撃がこうガツンと食って食ってる感があるじゃん。あ、確かに麺類とは思えないパンチ。そうそれが好きなんです。なるほど。うどんをどんどん作ってよ。まあちょっと今あのノイズが入ったんですけどもじゃあ早速作っていきましょう。いっ1、小麦粉、塩、水、小麦粉400と食塩12と水が188、400な、400な、こんなもんか。それはまあボンしてる。うん、ボンしてる。で、塩水、完璧よ。完璧だね。うん、どう、ね、団子になりそう。この水の量でなるのかって。でもこれ最後よ、お前。今回これでもう全部いくよ。オッケーオッケー。もうラストいったやろ。いい。これもなんか、あ、これ全然違う、やっぱ。あ、違う、急に動き出したの、こいつ。ほんと、でもだいぶ色変わってきた、なんか、狐色というか、うん、ね、黄色っぽい感じ。あんな状態からなるもんだね。生地がね、つながってるのが分かる。次は、袋に入れ、手でこねる、もしくは踏む。よく行くやつだね。ラップとかってこと？ジップロックもないの。はい。絶対足りひんで、ね、それ。ちっちゃい？チャレ。入る。おー、もう絶対ちっちゃいで、これ。いや、入るよ、多分。あ、いいんじゃない？いける、いいじゃん、それで。いいの？うん。これでいい？大丈夫。1、2、3、4、あ、ほら、中身出た、今日ちゃん。重すぎるんだって。よっ、これ一旦丸めないと。そうだね。お、すごい、すげえ、もちもち。え、全然違う。え、すごい、すごくない？もう、ね、そろそろいいと思う。うん、これを袋に入れて寝かしてください。寝かす。じゃあ、ここから2時間待ちまーす。そちらがこちらっすね。2時間寝かしたこいつをね、職人カエルさん、何ですか？円状の棒を使ってですね、はい、1の点から伸ばしてくださいと。難易度高いな。これ1、2、3、4とする。そう、ここをつくんです。いや、まだ太いかな、これで、きたらぐるぐるにして棒に巻き、屏風のように折りたたむと。これが俺らのうどんだ、カエデ。うまそう、この時点で。なんかね、いい感じじゃない。切ってこう、したらオッケー。あと俺に任せてくれ。おう、めっす。うどんでしょ、うん、これぐらいじゃね。茹でたら太なるから、あれかも。もっと細くていいんじゃない？ 3 ミリじゃない？これ3ミリじゃない？それね、1センチだな。いやいや、また粘土食べるの嫌や。いいね。いいね。恐ろしいな。結構太いか、これ。結構太い。いや、うどんは太くてええんだよ、お前。いや、まあまあまあ、いいけども。これを茹でましょう。茹でますか。はい、パラパラっと。お前、うどんじゃん。
飛んだね。カエデの新ネタやめて。練習中というか、まあ、いけんじゃねえかっていう光彦、そうそう、私はたまに似てるなって光彦がうってなるときは。あ、なるほどね。ちょっとやってみて。たまに降りてくるんだけど、コメントに困んなよ。いやいや、なんだっけ、サンシャイン池崎の勢いで目が完全にそうだった。勢いだね、確かに。すごいわ勢い。おっ、でかいなー、でかいな、おい。さあ、見てください、こちら。はい、うどんでございます。どんどんどん、あれからだいぶ上がって、うわ、もうプルプル、うわ、うまそう。はい、いいね、いい手つきだね、漁場。うわ、結構な量になったな。ね、結構多いよね。あ、でも4人前か。いや、意味ないじゃん。さあ、というわけで、いよいよ完成しましたよと。イエーイ。うどんだよ。うどんだね。食べましょうよ。食べましょう。じゃあ、私行きますよ。はい。コシがすごい。そう、よかった。コシすごい。うまいな。うまいね。じゃあいただきます。うん。すごいコシが。コシしかない。え、なに、硬いの？うん。うどんってこんなもんじゃない。え、でも美味しいんだよな、味が。食べてると癖になるかも。うん、美味しいよ。うん、美味しい。天かす入れたらもうなおうめえよ。うん、うまっ。バリカタうどんって名前だね、これ。うんうんうん、これも大成功じゃないですか。うん、家で作る分には全然ありだと思うよ。自分たちでうどんを作って食うっていう、うん、いや、リベンジできたんじゃないか。そばに比べたらうまいと思いますよ。いや、そうそう、そばに比べたら、うん、うまい。というわけで今回うどん大成功ということで、というわけで皆さんもご家庭でチャレンジしてみてください、うどん作り。せーの、バーイ。いや、美味しかった。卵麺、卵麺、あ、ラーメンの麺。あ、それやってみたいね。うどんそばとって味ね、ラーメンの麺だよね。